か。うわー、頑張ってお母さん。あ、映像で撮ればいい。あ、綺麗。お父さんどう？本当だ、キャンドルと花火と富士山を全部一緒に入れるのは至難の業。そうだね。うん。うわあ。至難の業だわ。カットしたりしてる。あ、ちょっと。あ、でも撮る？カットあるよ。いいの？まぶしい。すごい。なんとちょっとズームする。それズームして。いや、思うよ。ちょっと。あの、それストロボ焚いていいの？しょんか。ただなんか出ちゃう。うん。オートだから。お、いいね。みんなのあれにならない？撮影の邪魔にならない？大丈夫？景色。わ。わあ、すごい。綺麗。わあ、すごい富士山の上に。わあ、すごい。すごいね。すごい景色だね。うわ。私なんかシューって終わる瞬間これ自動ですごい、あ、いいじゃないですか、僕撮ったの、いいじゃないですか、なんかもしかしたら花火が撮れてるかも、かも、ね、これだよ、これ今見てもらっています、もう挑戦してお父さん、僕の挑戦にしていいよって、そう、これで今猫来てくださいよ、うわ、お父さんありがとうございます、花火の名人になるよ、やったこれ でバルブっていうのを覚えると自分で何秒間をして撮ってるっていう操作ができるようになる、これ自動だったでしょ、多分ね、で自動でもこれを撮るときあるから、でこう丸い全部これを撮ろうというときには3秒撮ってやめるとか、そういうスイッチの